どうも、バキバキロッテです。ピーターです。おはようございます。最悪の家、気持ちハウスからお送りをしております。今日は10月の26日というか、もうピーターも間もなく帰るという、はい。そういうことになってしまいましたね。なってしまったっていう、そんな気持ちハウスね、交流されて嫌だったでしょ。気持ちハウスにね、縛り付けられて、早く帰りたかったんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。当然。できればもっといたかったですけど、おまあ仕事とか、お他の事情とか、いろいろあるので、まあ。他の事情ってなんだよ他の事情って。ちょっとこれは、ちょっとこれは。まあ、彼女が若干、ね、早く帰ってこい的な、まあ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 。空気を出しているので、空気を、うん。でも延長してくれたんですもんね、なんかこの、ちょっとだけ延長しましたね。はい。本当はもう、うん、このまま、うん、11月のいっぱいいたかったんですけど、うん、まあ、気持ちは最後までね。はい。ここまでね、住んでしまったら、うん、ここで帰るのはちょっとと思いますけど。はいはいはい。忍べないけれども、うん、まあ、ね、ピーターにはピーターの。まあ、ありますし、普通に、うん、もう、6週間です、なんですよね、そうそう。意外にそうですよね。まあ、それも考えてみれば、うん、客観的に見れば長い期間ですから。確かに。それも贅沢だと思います。確かに6週間勝手に泊まりに来るっておかしいよな。うん、大したもんだ、大したとこだ。うん。やっぱりね、うん。なかった時間を悲しむよりは、はいはいはい。6週間も入れたっていう。確かに確かに。ことに対する感謝の方が大きいですかね。いや、よかった、それはね。どうです？でも最後まで、行ってみて、キモシェに行って、はい。なんかこの、なんか思うことというか、なんて言うんだろうな。いや、でも、今は悲しいですね。はい、あ、悲しいんですね。はい、で僕はやっぱちょっと不安だ、なんだろう、そのピーターが、やっぱ最初来た時は、そのスウェーデンから来日した時は、もうパリッとした、そのスウェーデンから来ました、その、ね、エリートの、先生、教授って感じで来たんですけど、今やっぱちょっとその、なんですよ、乱暴な、なんでしょうね。キモシェアハウスに属されてしまったというか、なんかこの裸でこう、うん、みたいな顔してる時もあるし、はい、なんか染まってしまってるなっていう。ああ。獣化し始めてる。いや、言ってることはわかりますけど、多分、その、はい、キモシェアハウスがそうさせたっていうよりも、もともとそこにあったものが、はい、キモシェアハウスっていう環境によって、はい、まあ表現されたって僕は考えてる。なるほど、なるほど。はい、だから前ね、喋ってましたけど、もう最近本当に、みたいな吠えて、はい、見ても、で終わるじゃないですか。終わりますね。しかも最近はその、うん、キモシェアハウスないだけではなくて、うん、普通に駅とかでもあーとかやってますよね。で、うん、バキドーさんがちょっと嫌がってるみたいな。そうね、もう駅だぞって。そうですね。やっぱ順応するのが上手い人ですから、やっぱ。でもそういうのがやりたくて、多分。こういうのがやりたくて。吠えるという声をやりたくて。うん、だから、俺っていろいろね、出したい。はい。いや、いいですよ。僕心配ですよ。でも、まあ確かにそのキモシェアハウスによって新しく学んだこともあったから、その全部その元からあったものが、出てきたというわけではなく、はいはいはい、はい。ここで、まあ、染まってしまったっていうのも一つの、まあ、まあ、はいはいはい、そう言っても差し支えないと思います。なるほど、なるほど。やっぱでも見て今衝撃を受けたみたいな話したじゃないですか。結構レンタルブサイクなんかも会ってきた人間の中ではトップクラスに、その、衝撃を受けたみたいな。はい。これどこら辺に衝撃を受けたんですか？これはもうたまにカットとかもしますよ、ね。もちろん。あ、そうですね。いやでも、レンタルブサイクはもう、うん、まあ僕本当もう、うん、世界いろんな国に行って、うん、もういろんなとこに住んで結構変な奴ら、うん、と交流することが多かったんですけど、うん、レンタルブサイクっていうキャラはもう本当に、うん、一番、まあすごい印象に残った。っていうか、うん、へえ、すごいな、うん、世界レベルで変なやつ。変な世界レベルで余裕で変な。まあ、全員、キモシェアの、メンバー全員変なやつですけど。俺はまともな方ですけどね。そう、なんか、その、オール。バキバキ童貞さんが、はい。
比較的まともに見えるっていうのがすごいと思うんですよ、ね。確かにレンタルブサイクとかに比べるとね。比べると、うん、あらみんな気違いだと思って、バキドウはどこだ、バキドウはどこだ、一番まともなやつは。そうですね。やっぱレンタルブサイク今はそこにね、まあ映しませんけど、パソコンのキーボードの上に。そのシコティを置いてますから、うん、信じられないですよね。信じられない。シコティがあってその上にパスタがあってその上に使用済みのマスク。なんでシコティとマスクを一緒に置けんだよ。なんでパスタが間に挟まれてる。怖いっすね。パスタの怖いな。うん、いやなんだよ。いやでも、うん、レンタルブサイクの凄さはやっぱりその不潔のレベルが、うん、見たことないですね。しかもそれをもう隠さず。ああ、確かにね。むしろ、能動的に、その不潔さを表現していくっていうのはもう見たことないです。不潔さを表現していくやつ。はい、そんなやついらないよ。一つのアートだと思います。不潔アート、はい。難しいですね。セックスとパワープロで何もいらない。大切にするんだ。生活しろ、ちゃんと。セックスとパワープロでブリブリだ。ボリボリだよ。セックスしてパープルで決める。頼むって、やめてくれって。頼むって。その、載せるかさておき、やっぱレンタルブサイクって、うちで事件があって一個ね、うん、その、まあ、汚い話です。申し訳ない食事中の方は、ちょっと、まあ、ちょっとうんちを漏らしたことがあって。うん、レンタルブサイクまあ、それはたまにあるじゃないですか。まあまあ、漏らすなんてことはまあ、ありますよ、大人でも。でも、その、それを洗ってたんですよ。うん、で、洗ってる場所が、洗面所だったんですよね。みんなが使ってる歯磨いてるところで、いや、ちょっとそれは待ってくれと、洗面所で、その、クソを洗わないでくれよって話をして、そしたら、みんなも、そうだそうだって、まあ、それは当然だと思ったんですけど、うん、レンタルブサイクは、なんで怒られなきゃいけないんだっていう、その、クソぐらい洗ってもいいだろ、こんなに部屋が汚いんだからさ、っていう、なんで俺が責められなきゃいけないんだ。そもそも俺が、クソを洗面所で洗うのは、部屋が汚いから、俺の環境、なんかそう、環境意識も下がったんだ。衛生観念も。俺がクソを洗うのはお前らのせいだっていう理論で、うん、なぜか僕ら負けたんですよね。いや、すごかった、でも。その論破。うん、絶対勝てると思ったのに、うん、負けたんですよ、僕ら、うん。お前らのせいで俺はこんな気持ち悪くなってしまったんだ。どうしてくれるっていう。そうそうそう。いや、そんなと思ったけど。やばすぎる。座っとけよ、どこよ。洗面台を洗うって顔おかしいよ、俺寝顔だからちょっと再開やろすんだ本当におかしいぞ、そのほらうろちろくせじゃねえ気が動転したのもわかるけどよ、うんこ漏らしてな、うん、そもそもな、その身を丸ごと漏らしたわけじゃねえ、その身を落としてたってことだよねいや、それはそうだけどおめえそこら辺の状況理解してんのまずいや、その量の問題じゃないんだってん量の問題じゃなくて。いや、量の問題だろ、洗面台で洗うかどうか。いや、それはだって、まず、そもそも前提としてさ、その、金だらけのこの家で今更その洗面所、どうこうの使い方でもいいじゃないいや、大腸菌にはまた話別だろうって、すごい。トイレもそこまで綺麗にしてねえじゃねえか、だって。でも、その、俺の、行為が一番汚い行為かって言われたら俺それちげえと思うよ。それはさすがに一番いや普通にゴミをこの家で一番不潔なのゴミを置きっぱなしにする行為とかいやそれはこの部屋でも起きることじゃないですか。そうだだからそれが日常的に起きてることなわけよ。それがそれ今さらだからもう完璧に綺麗に整ってる家でその行為が咎められる理由はわかるけどおめえの散々バラ暴れといてその洗面所でうんこ洗うことにだけ咎めてくるのはゴミを捨てねえやつがゴミを溜めっぱなしにして部屋で料理して部屋で料理した食材ゴミカスとかを部屋に置きっぱなしにしてるようなやつが洗面所でパンツのちうんちのついてパンツ洗うなっていう言う権利ねえと思うよ俺は。いやでも終わらないつもこれ裁判してるから違う違うおめでたい。どうしよう。徹底的に。徹底的にやんな、こんなこと。納得いってねえからな。いつでも呼び出すよ。お前のこと。リビングに。叩き潰してやるよ。こうやって仲が悪くなるんですよ。こうやって。で、格付けの木田さんが、まあ、その、もう、まあ、負けた、言い返すんやけど、しょうがなく、レンタルクソ払いって言って、ね。
で、レンタルクソ洗いで、またレンタルブサイクがピクってきて、ちょっとまあその、なんでしょうね。まあ、レンタルクソ洗いなんて二度と言うなよ、みたいなこと言ってて。でもなんかね、なんでかわかんないですけど、翌日家帰ったら、その、木田さんがずっとね、レンタルブサイクに、よう、レンタルクソ洗い、どうしたレンタルクソ洗いって、すごい連呼してて、大丈夫かなと思ったら、ああ、そうです。私は、レンタルクソ洗いです。クソ洗わせていただきやすみたいな。その、おそらくな、ものすごい弱みを握られて。謎ですね。そう。未だにわかんないんですけどね、その、があって、まあ、レンタルクソ洗いっても呼ばれてるんですよ、レンタルブサイク。ね。レンタルクソ洗い温度もありますもんね。みんなでやるリズムで。ああ、ありますね。あります、ね。その、俺はレンタルクソ洗い。レンタルクソ洗い。俺はレンタルクソ洗い。レンタルクソ洗い。いいですね。俺はレンタルクソ洗い。レンタルクソ洗い。俺はレンタルクソ洗い。レンタルクソ洗い。いや、いいですね。いや、ほんと生産性低いですね。これで盛り上がったりしましたもんね。喧嘩しても最近これが最後に言ってなんか、なんか終わることあります。喧嘩の最後にこれ言う時あるな。そうですね。それで若いみたいな。うん、なりましたよね。うん、いや、本当に最低な。まあでも楽しいですよね。はい。ピーターがだからその、まあどっちかというと、ね、その楽しいことで身を置きたい人なんだなってことが僕らは分かったというか。うん。だからその研究しに来たんだ、モルモットだと思ってるみたいな思ってたけど、そうではなく、ね、もともとそのスウェーデンでも、気持ちハウスみたいなことやってたっていう話じゃないですか。はい、だからまあそういうもう楽しいところに身を置きたいっていう、うん、いつまでもそのなんだ自由でいたいっていうそういうこと発想なんだなっていう、はい、まあじゃないと来ないわな、うん、気持ちはね、そうですね、別に、うん、正直その、うん、研究者として得るものは、うん、どうなんですかね、はい、そのデータ使って論文は書きますから、はい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 、ね、完全に面白いからですよ、まあ、はい、なるほど。でも一応ね、木田さんから聞いたのは、その、軍費、はい、本当は軍費に電気を流して走らせたいって言ってたって聞いたんで、その、電気パルスをこうつけて、走らせて、ピーってこうメモ取るみたいな。それやりたいですね。やりたい。面白いからやりたいな。データは多分役に立たないですよ、そんなのやっても。なるほど、なるほど。いや、いろいろね、ありますから、やっぱりね。でも、その、ピーターの変わったことが。かずきてめえ。ごめん、やばい、今の入った。ごめん、ごめん。そういう意味で言ったんじゃない。それはね、これがよく壊れるんですよ、カズキさん。カズキてめえ。引き続き。なんかば、気持ち屋に来て、うん、まあ、変わったことみたいな。あ、自分が？はい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 。より不潔になった。確かに、ピーターが、その、うん、なんか服をもともと買うっつって。あ、そう。ね、服、もう一丁羅できたじゃないですか。はい。で、ユニクロで買いますって言って、結局ほとんど買わなかったじゃないですか。いや、もう、だってもう周りがそういうの気にしないから、うん、もうどうでもよくなって、同じもんずっと着てたっていう。いや、そうそうそう。ピーターの服、見てください、だから僕の、みたいな。見てください。もうあの虫に食われただけ、穴だらけみたいな、ボロボロの服着てて。これもほとんど毎日着てるじゃないですか。これだって初日も着てましたよ。久々に来たんで、いいだ。家で撮るときはこれなんだろう、うん、ヒューマンエラーね。気に入ってるんですよ。これがまあ、うん、その、穴とか入れて、だから、でもそれがまあ、なんだろうな。うん、要は、モテない人がなんで服が汚いか、服装に気を使わないかっていうと、その、モテない人同士でいるからなんですよ、多分。俺もそれを聞いて思ったのが、ピーターってもうパリッとして、ね、来たのに、今は30日以上いてね、結局その、不潔日記になったじゃないですか。これって、うん、その、環境が、要はもう、僕の家って全員モテようとはしてないんですよ。誰も、はい、おしゃれしようとは一切ないんで、はい。ないですよね。そう、おしゃれしたもん負けみたいな、なんかその、うん、バカバカしい。で、服なんかどんどんなくなっていくし、靴下も勝手に取られるしさ、この家。あ、それはありますね。ね、靴下も取られっぱなしだよ。だから、その、気を使わないで家では入れるじゃないですか。はい。で、これを外に出るときも同じように気を使わないで出ると、そのモテない人になるんだな、っていう。僕は確かに、ある意味、こう、見栄を張ってない。そうそうそう。ありますよね。まあ、まあ、バラエとかいろいろでは、あの、うん、バラエとかそういう、うん、まあ、活動では、うん、こう、プライドみたいなのはあるとは思うんですけど、うん、その、うん、自分をかっこよく見せようとしている、うん、そういう意識はないですよね、ここの。全員ないですね、はい。かっこつけようなんてのは、全員ないですね、うん。で、そういう環境にいると、やっぱりもう、
確かに僕もどうでもよくなりましたね。うん、なるほど、ね、コンビニで買った T シャツでいいし。ああ、すごい。はい、ありますよね、安い T シャツね。はい、これはでも、あ、そういうことだなって。環境が人を作ると言いますけれどもね。まあ、その、みんな、やっぱその、笑いだし、自虐もするし、みたいな。うん、格好つけないのが楽しいんですよね。はい、そうそうそう。ピーターからしてやっぱこれがまあ、目新しいって話は。まあ前も動画も上げてくれたけど、そうじゃないですか。はい。結局、なんでしょうね。人間、持てない人どうするかっていうと、まあ、まず自分を良くするのが一番いいけど、できない人は、まあ嘘をつく恋愛効果があって。で、そうもできなかった人が、破壊に走るなんていうこともあって。でも、バキバキ童貞、および気持ちハウスはどれにも属してないっていう、ころで、ね、まあ、気持ちハウスを見に来たっていう。やっぱ結局自虐。はい、てか、なんか、面白いと思うみたいな、それを、みたいなことなんでしょうね。まあ、平和的な表現ですよね、その。なるほど、なるほど。一個ね。幸せなんですけどね、これはこれでね。でも、その、ピーターが衝撃を受けた事件というか、やっぱこの一緒に、その、アイドルのライブに行ったじゃないですか。はい。僕とピーターが。はい。で、その、まあ、そもそも僕はま、アイドル、ね、好きなアイドルがいて。で、それをま、ピーターが、よかったら見に行かないかって言ったら、ピーターはま、アイドルの女性には興味ないんですけど、そのアイドルオタクの男性には興味があるということで、まあ、行ってみましょうって言って。はい、で、僕の知人の人がま、チケットとか取ってくれて。はい、で、もうチェキとか、ね、いろんな文化があったじゃないですか、その、アイドルと喋るために、こう、チェキを買うとか。ね、その、なんでしょうね。まあ、みんなでちょっと叫んだりとか、なんでしょうね。曲の終わりにこう、声出したり。はい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 。あんまね、良くないらしい。コロナ禍なんであれらしいんですけどね。あんまり声出しちゃいけないんで怒られてましたけどね、その人ね。はい、その人は。その、なんか好きだってことを伝える文化というか。でも、好きだよーみたいな。レンちゃん好きだよみたいな。すごかったですよね。ね、まあ、まあ、そのアイドルのイベントっていうのはかなり衝撃的っていうのは、その、多分その、熱狂的なファンっていうのは他のスポーツにも、サッカーとかで野球にもいるじゃないですか。だからその、サポーター精神っていうか、その意識を、に、さらに恋愛感情を乗せて、発信したら、そういうことになるのかなと思って。そうなんですよね。だからその、疑似恋愛っていうのが多分、海外にはないって話ですね。ないですね。そうそう。アイドル、なんであんなにアイドルの応援が激しいのか。で、その恋愛が乗ってる疑似恋愛っていうのがあるからですっていう。確かに海外にはそのキャバクラとかホストとか、ね、アイドルとかそういう疑似恋愛をお題目にした職業っていうのはないっていう話だったんで。ないですね。だったらちょっと、その疑似恋愛を見に行こうってことで、メイドカフェに行きませんか。で、行こうってなって。で、秋葉に行って。で、メイドカフェね、行こうとしたら、もう休日だったんで、もう行列で入れなくて、なんかアットホームカフェとかいい、はい、なんか名前を聞くカフェは有名店も全部行列で入れなくて。で、なんかね、並んでる、この、なんで呼び子というんですかね、この、どうぞー、みたいな。メイドカフェやってまーす。キャッチみたいな。キャッチ、そうそうそう。メイドの客引きがいて、まあそのうちの一人に話しかけられて。で、よかったら来ませんかってなって。まあ話しかけられたんで、まあいろいろ話して、じゃあ行きますよってなって。で、どこ行くんですかってなったら、まあ、ちょっとあの、遠いところで。ちょっと怖いですよね。ちょっと怖かったですよね。いや、怖かったですね。やっぱり、そうそう、ついていくのは。いや、そう、どこもついていって、ね、その、もうちょっと、もうちょっと、ちょっと歩きますなって。で、バス停の方に行って、雑居ビルがあって、その7階のところまで上がってって。で、なんか、メイドカフェというイメージというよりは、なんか、バーみたいになって、ね。バーで、こう、カウンターがあって、カウンターの奥にメイドさんがいて、で、メイドさんと、まあ、男性が喋ってるみたいな。何人かメイドがいて、男性がもういて喋ってたみたいな。で、そこで、僕らも入って。で、この、葵さんっていう、私、葵って言います。僕、葵って言います。今日が初めてです。みたいな。あ、初めてなんだね。みたいな。本当かどうかわかんなかったですけど、おそらく本当に初めてっぽかったじゃないですか。その、もう、たどたどしいというか。確かにね。うん。たとえそれが演技だったとしても、うん。
まあ、だとしたら、その演技が良すぎて、プラスにはなってなかった。そう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 。うん、そんぐらい変で、なんだろう。要は、動物を、なんか、の王国みたいな、うん、世界観のコンセプトカフェ、コンカフェっていうね、うん、動物の。動物ではなく、アニマルだ。あ、そう、動物言ったらアニマルって言われた。はい、そこ厳しかったんだ。厳しかったですね。アニマル、私たちはアニマルです。アニマルと一緒にお話しましょうね、うん、みたいな。みたいな、その、こういう、こうで、こうでっていうのを全部、紙に書いてるのを棒読みで喋って。アニマルです。私たちは、人間と仲良くしたいです。研修受けてなくて。よくないだろう。研修あるんですか。かわいそうだなと思って。で、その子がなんかいろいろやってる間に、その冊子になってたんでね、うん、こう何枚かペラペラって。うん、僕が勝手にペラってめくったら、うん、そのシャンパンっていうページがあって。で、シャンパンのところ、一番下に、その、13万円って書いてあって、カッコ税込み15万円って書いてあって、ね、ちょっと待って。シャンパンとは書いてなかった。なんか、こう、ポニョポニョアニマルの餌みたいな、うん、そんな感じだった。そうそう、一応ね、上にシャンパンって書いて、なんか、ジャンルがシャンパンで、そうそう、なんか、羽付きメリルの、そうそうそう。子守歌とか、よくわかんない。なんかそれぐらいの。税込み15万円。税込み15万。え ?15 万ってなって。と思って。もうぼったくりだと思って、これ。うん、で、あとなんか、まあ、動物、あと3000円とか8000円、5000円とかあって、8000円とかどうですかみたいな。うん、まあ、おどおどと話しかけてきて。で、まあ、よかったのはその子が多分、本当に研修初日とか、うん、ね、出勤初日なんで、その、僕たちを騙すことに対してちょっと罪悪感があって。ありましたね。5000円とか、みたいな。罪悪感戦ってましたよね。うん、まだ、戻って殺そうな子だった。で、まあ、一番安い1000円っていうのがあったんで、うん、もう、それなら、ね、動物の餌っていう、なんでもなさそうなやつ。じゃあ、これ動物の餌で、わかりました。で、飲んでて、みたいな。で、まあ、別に僕はタイプの人じゃなかったんで、そんなに、あれで、まあ、盛り上がることもなく、なんか、その話も、噛み合わず。うん、難しいなと。他の人どうなってんだろう。ピーターなんかね、うん、その女性に興味があるんじゃなくて、そのお客さんに興味があるはずだから、はい、横の座ってるおじさんとかどんな話してんだろうって見たら、うん、もうそのちょっと白髪のメガネのちょっとボロボロのおじちゃんが、うん、メイドさんに、ずーっとマウント取ってて、なんか、お前の住んでる駅は、イオンのために作った駅だな汚ねえんだよなんで、その、なんか、わからない、カクッとからのマウントを取ってて。そう。え？スーパーのために駅が作られたっていう。そう、ずっと言ってましたね。スーパーのためだ、お前んとこはスーパーしかないみたいな。そうみたいな、メイドさんが、うっとうしそうにやってて。でもなんかその、メイドさんの手にはシャンパンが握られてて、はい、その、ね、いや多分、13万とは言わないでしょうけど、そのシャンパンを多分 おじさん買ったんでしょう。はい、で、そのメイドさんがそのシャンパンを、ね、結構、僕ぐらいの体型の、結構太めの女子レスラーみたいな人が、その、おじさんが買った高いシャンパンを、もうラッパの飯でこうやって、これ残したら怒られるからね。いや、なんか選ぶみたいな。これにしよう、みたいな。次何みたいな。そう、うん、俺初めて見た、その、いや、僕も、ね、まあ、ラッパの飯のシャンパンを。おそらくまああれを高いものを、はい、選べば選ぶほどその女性ってのは喜びますから、はい、おじさんももうおじさんからしたら大金のはずですよ、うん、10万円だね、うん、ぼったくりのシャンパンを要は自分のもう魂のような、うん、その金をもうみるみる吸われていくっていうラッパンでパーッすごかったですねもうあのラッパ飲みしてるメイドうん、もう一生の宝物です。そうそう、ぼったくられて僕ら落ち込んでたんですけど。そうですよね。ピーターが、いや、でも本当にいいもの見ましたっていう。ラッパーの民主メイド最高でした、みたいな。一生忘れません、みたいな。じゃあ忘れないでしょ。忘れますか忘れないよ。忘れないよ。あれを見てしまったものは。そう、メイド見たらこれから思い出しちゃいますね。うん。あら、笑ったなで、まあ、疑似恋愛っていうのも学んで。うんうん、だからピーターからしたら、要はその、ね、さっきの話じゃないけど、要は、バキバキ童貞が第4の道であるという、はい、持ってない人の、その自虐とかっていうのがあったんですけど、もう一個、疑似恋愛っていうのが増えて、うん、普通に混乱してましたよね。はい。そうですね、まあそれも違う道なんじゃないか、みたいな。はいはいはい。うん、
その疑似恋愛の中で、メイドに、さんにラッパ飲みされるっていうサブカテゴリーもありますからね。どんどん広がっていく。ラッパ飲みされたいがあるから。あら、おもろかったな。変な感じでしたね。まあ、雑なメイドカフェでしたよね。うん、いや、本当にそうでしたね。うん、雑だったな。まあ雑でいいのかと思って。ね。うん。まあ確かに研修はなかったんでしょうね。そうですね。なかったでしょうね。面白かったな。まあいい経験しましたね。あれは、いや、素晴らしい経験でしたよ。ね。で、まあいろいろピーターとはね、過ごして本当に。そうだな。でもいろいろ一緒にイベントとかもやってさ、そのね、要は、バキバキ通って卒業への道っていう、はい、ね、配信で、要は僕が一緒にまあ住んでるピーターの話をしてるとか、で、ピーターはピーターで、自分の研究を話す場を設けたりとか、うん、俺はもう本当にすごいたくさんの人に見てもらって、多分、ね、結局480とか、うん、500枚近く売れたみたいな、大変なことですよ、これは。こんな売れたことは僕ないですから。ありがとうございます。ありがとうございます、見ていただいた方は本当にね、本当に。もう店の方も喜んでて、うん、あれでしたけど。で、そこには、なんか、余談ですけど、お客さんで、自己防衛おじさんが来てて。ああ。その、ちょっと感動しましたね。そうそう、びっくりしたな。おぉ、みたいな。なんかちょっとオラついてる人いて、なんだろうと思ったら、おぉ、みたいな。あ、自己防衛おじさんじゃないですか、みたいな。おぉ、来たよ。ボンピー、みたいな。ピーターじゃん、みたいな。あ、俺、セルフディフェンスマン。自己防衛おじさんのこと、セルフディフェンスマン。うん、セルフディフェンスマン。で、ピーターはその、日本の有名人とか知らないですけど、うん、まあ、僕経由で、ね、僕の一応見てる人なんで、ひろゆきは知らないけど、ひろゆかないは知ってるみたいな。はい。最近はひろゆきも勉強しました。勉強しました、うん。そうですね。なので、もう自己防衛おじさん、もうスターに会えたみたいな感じで、キラキラした人で。そう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 。僕が知ってる数少ない日本の有名人。この人相当な方なんですよね。うん、僕の中では。面白いなあまり知らないから、だから。はいはいはい。うん、いや、面白い。すごい嬉しかったですよ。自己防衛おじさんが、おじさんっていうなんか失礼なんですけど、キャラの名前がそうなんですよね。キャラ設定。自己防衛おじさんさんが、来てくれたので、すごいな。バカリ童貞さんと、なんか自己防衛、並んで立つのがちょっと恐縮すぎて、嬉しいですね。なんてもいいです。嬉しいですね。現実で。で僕と、ピーターと自己防衛おじさんの3人で写真撮って、うん、ね、でその写真もまあちょっと伸びたというか、はい、でその写真僕と自己防衛おじさんが 撮られてるもんだからピーターは誰なんだみたいなちょっと噂になってたんですよ。あで一説にはこれ多分ピーター知らないと思うけど江ノ電兄貴ってのがいて、はい、もう一人フリー素材の、はい、その、江ノ島電鉄の、なんか、すごい、電車を取りたい撮り鉄を邪魔する外国人がいる。あ、見た見た、そうだ。見てんのかよ。なんで見てんだよ。なんで見たのかよくわかる。おーいとかやって。いや、そうそうそう。その、それだと思われてよ。すごい怒られてましたよね。めっちゃ怒られてた。何、金出せとか言われました。許さねえぞ許さねえぞ。ありえねえよみたいな。で、外国の人はもうただね、手振って、なんかね、仲良くしようとしただけなんですけど、うん、別に特に悪意はないんですけど、ね、悪意はなかったけど、いやその人ですよ。でもやっちゃダメですね。まあ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 、うん、どっちもねあれですけどね。うん、だからその3人ですよって勝手に言われる。あれかわいそうだったな、ピーター。勝手に江ノ電兄貴にされた。江ノ電兄貴にはなりたくねえ。そうですね。いやー、やったですね、本当に。うん。うん、でもそのまあライブが結構まあ500人見てくれたんで、うん、まあお金もそこそこ入って。でね、まあ、みんなで分けたんですけど、まあ、ピーターにもちゃんと渡して、まあ、これで、まあ、気持ちの高い家賃も払えるんじゃないかと。そう。家賃と、ね、まあ、交通費もある程度、うんうん。あ、そうだね。じゃあ、僕の分を気持ちの予算に回すっていうのもありですね。そう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 。うん、また、で、ピーターもまあ、あさって帰っちゃうけど、はい、もう日本また来てくれるんじゃないですか。あまた、本当に、来たいですね。うん、もう、気持ちがなくなってしまうのは、うん、まあ、悲しいことですよ。やっぱり、こんな仲良くなれたし。そうですね。なんだろう。うん。こういう経験があると、人生楽しいなと思うんですよね。いろんなわけわかんない可能性があって。はいはいはい、はい。2年前に、うん、
例えばこの研究を始めた時に、はいはいはい、2年後にはこうキモシェアハウスで、バキバキ童貞っていう有名人と住んでいる。わけわかんない。どうやってそこにたどり着いたんだっていう。そうですよね。ありますよね。人生どうなるかわかんないから、はい、自分の人生を、まあ、より好きになれるというか、うん、そういう経験かもしれないですね。はい。また春来てください、春ね、また春来た時はまだ多分ちょっと違う、うん、感じにはなると思うんですけど、まあまあまあ、その時は新しく。そうだね。新しい領域を開拓したいですね。なるほど、なるほど。まあ、またキモシェアハウス、この家自体はね、木田さん、古川さんとか住んでますし、うん、まあ僕も遊びに来ますしね。はい、ピーターの、ね、あのチャリとか、カゴにゴミ入れて、はい、その、古川と同じだよってずっと、はい、生かして卵腐らしたあのチャリも、あるし。はい、でも相当ゴミが溜まってますね。でも確かにこう、うん明日ね、できることは、うん、明日やればいいみたいな、そういうメンタリティでやってみたら、はいまあ、自転車のカゴにゴミがたくさん溜まって。最悪なんだよな、あれ。その、どんどん悪くなってる、ピーターの性格が。まあでも、そのね、押し入れも取っときますしね。いや、多分、木田さんがいろんなもの詰めますよ、あれ。多分取っとかれないですね。もうすぐ壊されると思う。すぐ。壊されると思う。まあまた春、来た時にまた、例えばそういうイベントとかやって、それをまた、ね、家賃なり、まあ、その、はい、ね、わかんないですよ。そういう、のにしていくってなれば、はい、ピーターもより来やすくなるんじゃないかと。あ、そうですね。確かに確かに。うん、そうあ、それはいいアイデアですよ。ありがたいですね。そうですね。イベントの予算をそのまま。そう、来るための交通費とかに当てるっていうと、ちょっとまあまあ、行きやすくなるんじゃないかと。はい、スウェーデン、日本がね。そうそう。まあ、あのライブね、だから本当に、すごく、なんか、評判良かったんで、今度はやってクリスマスとかやってくださいよって言われて、クリスマスやろうと思うんで、そうそう。もしよかったらクリスマス、まあ、スウェーデンでしょうけど、うん、ね、まあ、ズームとかで。はい。クリスマスって別にスウェーデンの、なんか彼女と過ごすかあるんですか？いや、そんなの、クリスマスは、まあ、日本で言えば正月みたいな感じですね。家族で集まる。親戚とか。はいはい、もう恋人同士の。は関係ない。いいですね。ロマンチックとか、そういうのはないです。それでいいなぁ、うん。じゃあ、別にクリスマスは、そういう参戦も、参戦もできるし。ぜひぜひ。ね、一緒に本を書こうみたいな話もありましたもんね。はい。そもそも。できたら、本当に。そう、ピーターが自分の研究をね、ちょっとまあ、世に発表したい。し、うん、まあ、なんならこの、なんだろう、ピーターの、日本の生活とか、この、弱者なのも、よかったら、ね、なんか本にできたらみたいなね、って。で、よかったらバキドーさんも一緒に書きませんかって言われて。ね、一緒に、ね、話し合ったりした実は1ヶ月間でしたけど。はい。ね、実際ね、まあどうなるかわかんないですけど、ね。わかんないですけど、今一応企画書をね、提出して、編集者に。まあ、編集者に見てもらってる。いや、すごいですよ。ね、うん、どうなるかわかりませんけど、うん、これもなんか形になったりですね。まあネタはたくさんあると思うんで。ね。そうですね。もし、うん。採用されたら、嬉しいことですよ。いや、そうそう、もし本なんだ。バキバキ童貞論みたいな本が出たら、すごいことですよ、これは、はい。キモい本にしましょう。はい。相当キモい本にしましょう。はい、それはね。うん、おもろいですからね。いやー、ありがたいよ。まだまだ話し足りないけど、もうでもこんなもんで。はい。うん、話し足りないぐらいがいいですから、いつも。はい。いや、あざわした今日はね、ビーターのと、あさってはね、帰っちゃうけど。はい。ね、あざした、ほんとに。元気で来てくれ。あざした、彼女によろしくな。バキド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 意味がわかんない。しょうがないですね、これね。